エスタディオアノエタは、スペインのバスクジチ州、ギプスコア県、サンセバスティアンにある多目的スタジアム。スポンサーシップ契約により、レアレアレーナとして知られる。収容人数は32,076人。サッカークラブのレアルソシエダのホームスタジアムであり、多くの場合サッカーの試合に使用される。2009から10シーズン以降、フランスのビアリッツに本拠地を置く。 ラグビーユニオンクラブのビアリッツオランピックとアビロン、バイオンではハイネケンカップのホームゲームを収容人数の多いアノエタで開催することもある。サッカーの試合で使用されることが多いが、陸上トラックが併設されており、スタンドとピッチの距離が遠く、試合中に冷めた雰囲気が生じるため、スタジアムに対して不満を持つファンもいたが、陸上トラックの撤去を含む改修工事を行い、 2019から20年シーズン、途中より、サッカー専用スタジアムへ生まれ変わった。なお、このスタジアムは、FC バルセロナが鬼門としていて、2007年から2017年までの10年間、このスタジアムで勝てていなかった。1993年に会場し、サンセバスティアン氏が所有している。2004年、レアル・ソシエダのホセルイス・アスティア・サラン会長は、 ギップスコアレナと呼ばれる計画を開始した。収容人数を4万2000人まで増加させることを意図する2007年に完了予定の計画であり、計画には陸上トラックの撤去も含まれた。この計画ではまた、ホテル、ショップ、他の施設の建設なども意図していたが、提案はすぐにサンセバスティアン市議会に否認された。2007年末に向けて、 レアルソシエダの会長候補だったイニャキバディオラは、サンセバスティアン氏に向けて、スタジアムの買収を提案したが、やはりすぐに、サンセバスティアン市議会に否認された。2008年、会長となったバディオラは新たに2つの提案を行い、その1つは4年前のギプスコアレナに似通ったものだった。これらの提案は、サンセバスティアン市議会で検討されたが、2008年12月20日に、バディオラは、 会長から退任した。続いて就任した、保金アペリバイ会長は、スタジアム改修の新たな試みを開始した。ありがとうございます。